こんにちは、みじゅです。今回は日産アリアを長期貸し出しいただいて、乗ってみての感想などをねご紹介していきたいと思います。私は今回、全部で5日間このアリアを借りて乗ってみたんですけど、その間に乗った距離が本日返すタイミングまでを計算すると、今からプラス37キロ走るので約650キロ運転したことになります。まあ、今回乗ってみてのね感想をお届けしたいと思います。まあ、650キロ乗ると結構充電回数も何回かしたりとかしたし、あと、まあ、走行したルートなんですけど、今回乗ったのがもう動画にアップしてるんですけど、山梨県に往復で行ったりとか、あと日常使いとしてちょっと私とある免許をね取得しに行ってたんですけど、まあ、そこの往復の、まあ、通学ですね、通学も2日間このアリアでやったりとかして、まあ、走ったっていう感じですかね。車両紹介はもうすでに出たての時にやったので OK で、雪上走行もや動画に、1ヶ月ぐらい前にねしました。で、今回は普通の日常使い、高速道路、山道、日常道路、通常の街乗りですね、街乗りを乗ってみたんですけど、まあ良いところ気になるところっていうのをねご紹介していきたいと思います。一つ目、良いところはやっぱりエクステリアデザインがすごくかっこいいんですよね。見た目がやっぱり EV らしさもありつつ、他の EV よりもやっぱり洗練感が出てるんじゃないかなと思います。個人的になんですけどね、そう思ってます。例えば、まあ、エクステリアもグリルが開口してないことによって、ガソリン車とかハイブリッド車と比べてもなんかちょっと印象が変わって見えますよね。続いてインテリアなんですけど、まあ、インテリアはねやっぱりこだわりを感じますよね。最初見た時にすごく衝撃を受けたんですけど、例えばフロアマットが京都とかにある枯山水のような石で絵が作られてるの分かりますかね。そんな感じのを模してて、すごくデザイン性が他にない唯一無二の魅力があるかなと思います。そして液晶パネルもすごく見やすくて、電費だったり、あとトリップをリセットすれば今までどのくらい運転したのかとか、そういう距離とかもパッと情報が見れるので、それがすごいこうやってちょっと自分がオーナーじゃなくて、こういう風に5日間とか単発で借りた時にどのくらいの燃費なんだろうっていうのを測り直した時に、すごく画面が見やすいなと思いました。そしてヘッドアップディスプレイもすごく運転してて見やすいんですね。で、位置も調整できるし、自分のちょうどいい高さに調整できるのもすごく良かった。シートメモリーが運転席についてるのはもちろん、助手席側にもついてるんですね。サイドシートにもついてるから、それがねとっても良かったです。やっぱりこの先高速道、すいません、うるさいですねこの子が。はい、今ねちょっと鳴ってたのがこちらですね。これはアリアとは関係ないんですけど、私が気に入ってもう2年ぐらい使ってるものになるんですけど、コムテックから出ている、まあ、レーダー探知機ですね。例えばオービスの位置とか、あと LH システム、H システム、あと今走ってる道路が30キロ制限なのかとか、そういうなんか細かい情報を、まあ、レーダー探知機としてね教えてくれるものなんですけど、よく車とかに固定式で設置してる人は多いかと思うんですね。だけどこのコムテックはシガーソケットに挿入して使うタイプなので、こういう風に人の車を借りて、でちょっとまあ1週間とか乗ったりとか、まあ、レンタカーとかで使ってもいいし、まあ、こういう風にすぐに取り外しができてつけて、でそれで安全に運行ができるのですごい気に入ってます。ただ今撮影なのでちょっとうるさかったので外しました。これ画面とかはないんですけど、まあ、音声は基本的に最新のものにアップデートしてれば、まあ、GPS を使って音声案内してくれるという仕様になっています。おすすめです。ちょっと概要欄に貼っときます。で、あ
あとはこのインパネ周りなんですけど、例えばエアコンの操作スイッチが、これが出た当初から私は個人的にすごく気に入っています。でもう一つ良いところ、シフトレバーが分かりやすいところです。なんか EV になると、例えばウインカーのこの操作のレバーあるじゃないですか。このウインカーのレバーの下になんかこういう風に回すタイプのシフトレバーがあったり、普通にセンターコンソール側にあるんだけど、なんかちょっと今までガソリン車とかでは使ったことがなかったような形状のシフトレバーだったりして、結構難しさを感じてたんですね。なんかややこしいなと思ってたんですけど、でもまあこのアリアのシフトレバーは割とまあパッと見で初見でも分かるし使いやすいなというシフトレバーで、そこがね良かったです。そしてもう一つ良いところ、サンルーフですね。こちら開けてあげるとすごく広くて開放感があります。今晴れてるからこんな感じで開けてあげるとすごく開放感あふれるし、ボタン一つでできるからすごくなんか気分に合わせて、ちょっと眩しいなとか思ったらすぐに閉めることもできるし、そこが良かったなと思います。そして良いところ、プロパイロットを使ってる時に前方に遅い車がいると車線変更しますかっていう案内が出るんですね。でその案内に同意して車線変更をお願いすると結構ね迷いなく進んでってくれるんですよ。そこが良かったですね。あともう一つ良いところは、先日ソルテラとアイオニック5に EV としては 乗ったんですけど、1週間ぐらいかな、それも2つとも。で例えば、まあ、ソルテラで考えると、ソルテラとアリアだとバッテリー容量が、まあ、20キロワットぐらい違うんですね。なので、まあ、80% の充電からスタートして乗っていった時に、充電の回数もうほぼ電欠レベルまで、例えば 10% ぐらいまで走り切る時の航続可能距離がやっぱりバッテリーの容量も違うから多いということもあって、そこがね、まあ、ストレスがかかりにくいというか、そういった節もあるかなと思いました。はい、ということで、まあ、一応今まではね良いところを紹介したんですけど、今度は気になる点をご紹介したいと思います。高速道路とかのつなぎ目、路面のつなぎ目を走ってる時に、ちょっとなんか前後でバタつきがあるかなというのがねちょっと気になりました。なんかボヨンボヨンしてるというか、前後でバタバタしてるというか、なんかそんな感じがしました。この前雪道を走った時にはあんまり感じなかったんですけど、ちょっとなんか前後でバタつきがあって、それで結構ヘッドレストに頭が打ちつけられる、こういう風になんかボヨンボヨンしちゃうことが結構あるかなっていう、これだけ長距離を乗ってるとちょっとなんかそのボヨンボヨンするのが、頭がなんか後頭部ヘッドレストに当たるのがちょっとなんか気になるかなっていう印象でした。結構このシートもガチガチに立ててるんですけど、それでもなんか頭がちょっと前に振られて後ろに押し付けられるみたいな、そういったところがあるのが気になるかなっていう印象があります。あともう一つが、このウインカーなんですけど、ウインカーが倒れるタイプじゃなくて、この定位置に戻ってくるタイプ、押してもポジションが戻ってくるやつなんですけど、まあ、それを車線変更とかで点滅させた後に戻らないから、手でこっちに上に上げて反対側にやって戻そうとするんですけど、そうした時に今度は左ウインカーが出てしまうみたいな、その調整の塩梅が結構なんか難しかったです。こういうタイプの車結構乗るので使ってるんですけど、なんかねちょっとやりにくいかなって思う節がありました。それくらいかな気になるのは。私はアリアに乗ってて良いところがほとんどだと思ってて、気になるなっていうのは、そのインフラ面での充電設備がちょうどいいところに出力の高いものがないとか、そういう不便さはアリアに関係ない、この EV の全体としての課題だと思うからいいんですけど、
まあ、気になる点としてはその今言った2つですかね。これがちょっと気になったかな。でもまあ総合的に見てもやっぱりこの EV らしい気持ちいい加速とかも味わうことができるし、あとバッテリー容量がね大きいので、まあ、いっぺんに走れる距離という航続可能距離が結構長いのが嬉しいかなと思います。あとは内装ですね。内装もエクステリアもやっぱり目を引くものがあって、すごくこだわりを感じるしかっこいいなと思います。一昨日東京駅の近くを走ったんですけど、外国人の観光客の人が信号待ちしてたら、向こうも横断歩道の信号待ちで待ってたんですけど、もう振り返ってあれ見てみたいな指さしてきて、で他に車いないから明らかにこのアリアのことを言ってるんですよ。だから海外の人から見てもすごく目を引くものがあるだろうし、かっこいいなって思ってもらえるようなね見た目をしてるんだなというのをそれでね再確認することができました。ということでちょっと即席な感じでねお話ししてしまってバタバタしてしまったんですけど、アリアに5日間乗ってみて650キロ走ってみての感想をお届けしました。今回もご視聴いただきありがとうございます。ぜひ、私のね長距離走行落石を見に行ったちょっと謎の動画もねぜひ合わせてご覧いただけたら嬉しいです。ということで今回もご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあね。